できるだけ右に寄りつつストーンと降りる。でもその際に角っこにスパーンと切られないように気をつける。指で手を、違う、指を角っこで切ってしまうかごとく。でもキッド君は指を切られただけで致命傷よ。おお、もうちょい。今のはこのリフトを待ってこれに乗るといけない。これで行こうとすると足りない時間が。なのでまずここピョーンって、おーい、また皮一枚切られてしまったわ。しかしキッド君は皮一枚が致命傷。多分あれだろうな、傷口からいろいろ菌とかなんか良くないものが入ってもその場でパーンしてしまうと。よし、そんで、おーい、惜しい、ダメだ、飛びすぎた。ああ違う違う。で、あーこれ間に合わない。ここもギリギリで攻めないと。まだここはちょっと余裕あるけど、しかし安心できない。